キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はオリックスバファローズということで、はい、サバイバルポジション、ね、4連覇へ向けて、ねえ、ね、すごいですね。でも人はね、いなくなっていってるからね、はい、うんうん、っていうところであんのかな、サバイバルキャッチャーね、はい、まあ、若月と森だからね、うん、まあ、ここはもう併用確定だから、はい、でも若月も山本がいなくなったからね、うん、ちょっとここが試合出場に向けて山本っていう最大の武器を、はい、がいなくなったから、うん、自分の力だけで勝ち得ていかなきゃいけないから、うん、ちょ勝負かも分かんないよね。そうですね、正直ね、うん、でもまあ森か若月か、うん、まあ、どっちかだろうからね、まあ、伏見選手がねもう出てますしね、うん、でファーストは頓宮でしょ、うん、これもだ注意出しだからね、はい、そうノーサバイバルでしょ、うん、でセカンド、はい、サバイバルだよな。そうですね、セカンドは、うん、ね、まあ、太田から怪我からと復活に向けて、うん、あと義母ね、うん、でまあ、野口の可能性もあるだろうし、うん、で足立がコーチ兼任、はい、大城、うん、ね、まあ、大里、西野、うん、ゴンザレス、うわ結構、まあ、サバイバルだな。そうですね、ゴンザレスもハマらんしな、うん、ずっとっていうところではな、はい、サード、ムネやな、うん、でショート、紅林、はい、そこはもう確定ですね。外野、はい、中川、うん、センター、はい、両翼、西川がレフト、はい、西川レフト、そうですね、センター、中川、はい、ライト、サバイバル、杉本さん、入ってますかね。いや、入るんじゃないですか元気だったら入るんじゃないですか。なんか1年おらんしな、うん、ぶっちゃけ。あとあの新外国人トーマスって外野手いますよね。え、はい、じゃあ DH ちゃうな、森がいるんでね。いや森がキャッチャーの時だって森ライトもあるからね。森ライトもあるね。そうですね、うん、DH やろ外野だって。じゃあもう杉本補欠、まあ、最近なんか1年通してじゃないですもんね、杉本選手ね。どうなんやろな、なんかまあ確定じゃないってことですよね。でも取ってるから出るよな。トーマスだから最初、ね、トーマスは出るよね、うん、どこで出るんや問題だよね、はい、外野なのか DH なのか、うん、って考えた時に杉本ライトの杉本レフトライトライトでしかレフトだもんね、うん、でトーマス DH、まあ、キャッチャー森、はい、じゃあ若月がキャッチャーの時は森 DH トーマスライト杉本選手がちょっと外れるとか、あ、まあ可能性高いですね。可能性あるよね、うん、まあ、トーマスが打つかにもよりますけどね、うん、セディーニもいるしな、はい、DH、うん、うん、セカンドだけやな。そうですよ、うん、でもゴンザレスがもうセカンドハマったらゴンザレス守備うまいってなってましたからね、うん、でもまあずっと出ることないよな、うん、セカンドだけやな、うん、であとはね、トーマスとかセディーニを含めて、はい、まあ、ライトと DH で森とか杉本とかと回していく感じかな、うん、だから野手はもうセカンドだけやな、うん、北とかもう出るとこないな。じゃあ本当ですね、前々から期待してるんですよね、北だけに、はい、ダジャレ多いね自然となっちゃうんですよね、はい、DK だとか茶野ね、茶野ももう出るとこなくなるな、はい、あ確かに福田ね、うん、福田ね、うん、出るとこなくなるね、はい、感じやな、野手はね、はい、いい打順してんな、そう考えると1番中川、うん、もう2番西川いっちゃう、2番西川、3番森、森、そう、4番トーマス、4番トーマス、5番頓宮、うん、6番杉本、うん、で7番紅林で8番セカンドで9番が、8番、あ、でも宗もいるから、7番宗、8番紅林、うん、まあ、まあ去年は7番が紅林だったんですけど、2番2人、うん、2番宗、そしたら中川宗で3番西川でもそしたら頓宮とかが下がっちゃう、うん、4番頓宮、5番森、トーマス、トーマス下位打線、トーマス下位打線、トーマスマイナーでは量産持ってるんですけど、メジャーより欲しくてないんですけど、うん、でもそんな奴らばっかりだから、うん、日本に来るのそもそも、西だからいいんちゃう、だって中川、西川、森、トーマス、頓宮で杉本、紅林、宗でセカンド、義母とか、うん、これまたゴンザレス入ってきてやばいよ、ダセ、うん、いいね、イブイっすね、うん、こう考えたら9番ゴンザレス嫌やな、うん、やだ、その打たなくてもパンチ力あるしスイッチやな、うん、9番ゴンザレスいいね。これトーマス当たったらすごい大きいですね、うん、当たってまたなれるのどっちでもいいですね、うん、オリックス的に、うん、まあね、別にセディーノでもいいしな、うん、確かに、あ、いい感じ、いいね、うん、ピッチャー、はい、ピッチャーは先発確定が山下ね、
山下俊平太、宮城、田島、東ね、絶対確定はこれぐらいか。うん、もう山岡投手はリリーフですよね。分かんないよ、あまた先発戻ってきたり。でこっから曽谷ね、はい、オリックスドラフトは1位よかった。斉藤京介とかな。あー、佐伯くん来ちゃう。うん、佐伯、川瀬、入山、うん、まあ、向野木くんが上がってる。あ、そうですね。え、ピッチャー外国人いないっけ。ま、マチャドね、マチャドね。あ、カスティーヨね、はい、ロッテからね。じゃあカスティーヨ先発だな。はい、カスティーヨ。あと新外国人エスピノーザっていうのがいるんですけど。エスピノーザ、はい、あ、先発ですね多分。でも外国人はマチャドは絶対入るやろ、はい、お城やから。うん、でそのさっき の外国人名前何やったっけ。エスピノーザ、うん、ヤシュ、トーマス入るやろ、うん、ゴンザレス、セデーニョ、トーマスやろ、3人、はい、でマチャド、カスティーヨ、エスピノーザだから1人入れないよね、うん、あ、確かに。でもマチャドは絶対入るから、うん、セデーニョ入れんな、これは、うん、かもしれない一軍にね、うんうん、で多分せっかくゴンザレス、トーマスと、うん、マチャド、エスピノーザ、カスティーヨやな。はい、そんな気がしますね、うん、でエスピノーザ、カスティーヨ、東、山下、宮城、田島やな。で、6枚ですね。6枚で、うん、プラスそこからソタニとか、はい、あとその育成誰かとか、あと斉藤京介とかがどうなってくるかな、うん、それだね、うん、あとはトレードとかもおらへんもんな。トレード吉田の方ちゃん、あ、吉田高生どうする。吉田高生に言われてるから俺、佐々木さん厳しく言わないでくださいねって言われたんですか、うん、本人から。うん、秋田の知り合いの人と、はい、あのいつも12月に女子プロ野球選手、はい、アスリート、あの親睦会ゴルフコンペがあるの、うん、でそこ吉田高生秋田だから、はい、その知り合い、俺と共通の知り合いの知り合いだから、うん、来てて、うん、佐々木さん YouTube でおたらやかにお願いしますって言われてるからだから言っといた、はい、褒めるぐらい頑張ってって言って。おー、そうですね、うん、頑張ったらもう頑張ったら褒めますもんね。うわーって言うから、うん、頑張らなかったらバーっとって言うから、はい、それは、うん、あの自分次第でやれっちって。まあその通りですよね。でもあと律儀に、はい、あのインスタの DM で、はい、あけましておめでとうございますメールくれるから。そういうとこ佐藤さん意外と弱いから。あのよっぽど俺に言われるのがいいなと思って。かもしれないですけどね。頑張ったらいつでも褒めるから、うん、頑張ったら期待してるよ、はい、うん、ね、うん、その回ダメだったらボロカス言われるから、はい、頑張れ。食い込んでほしいですよね。そう、うん、でもまあそんな感じやな先発はね、はい、カスティーヨとかの補強大きかったよな、うん、ロッテ辞めてるオリックス何があったんやろな、あのターリーとかポンセと一緒の闇の謎がで知りたいよね、うん、もうお金が多かったのかねえ、うん、でまあリリーフは、まあ、平野でしょ、はい、安倍、はい、山岡、宇田川、小木田、うん、山崎総一郎、山田、うん、本田とか入るかな、うん、投げてたけどな結構、うん、でも 1,2,3,4,5,6,7,8 終わったな。もうこれで結構そうですね。でマチャド、うん、リリーフちょっとノーサバイバルやな、うん、ないな、うん、だそこに社会人の高島、小田島、うん、権田、これリリーフ、はい、まあ、社会人のピッチャーが、うん、まあ、どう入ってくるかだね、うん、上位のドラフトの横山、川内、ね、東松、堀は高校生だからね、はい、そういった意味ではまあ将来性っていうところだから、うん、まあ、ピッチャーはやっぱりいいな、うん、ないね、柱が2人抜けたんですけどね、うん、うん、でまだね若いのにね、はい、斉藤ね、日高も良かったけどね、はい、カープ行っちゃったから、うん、ね、で木の木、入山、佐伯、川瀬のね、はい、私たちがね、うん、今後ブレイクする選手1位に上げてる選手たちが、この育成ね選手となって、はい、でもやっぱ左少ないな全体的にね、うん、来年左ちゃん1位ピッチャー、確かにそう思ったら先発でやっぱり左を来期取ってきそうな感はありますね、うん、まあ、ね、まあ、宮城、曽谷、田島いるけどね、うん、そう次に来るのが、うん、リリーフとかも左薄いしね、薄い、本当ですね、うん、それ見るとだから、まあ、トーマス君とか行ってる可能性も十分あるけど、うん、来年ドラフトちょっと左注目やな、うん、まあ中島さんのことやからこうやって決まりながらも調子悪かったら上げ下げするけども、うん、はい、やっぱ安定した確定選手がいるところがやっぱ強いな、うん、そうですね、うん、確定が多いですねやっぱり、うん、これやろって言っていやいやっていう選手がおらんもんな、うん、まあ、だからちって多分
ね、去年も開幕クレバイしてなかったように、うん、その中で入れ替わりしたり発奮させるために2号落としたり調整させたりすることは、まあ、シーズン中十分考えられるけども、うん、熱いね、はい、こういったところで言うと、うん、で次に来る選手たちもね、はい、いい選手がいるし、うん、年齢構成もいいし、これはちょっと強そうやな。すごいですね、毎年いい選手抜けてるんですよね、え、うん、強そう、はい、でまた外国人ね、カスティーヨ大きいしね、はい、エスピノーザ、マシャド、ピッチャーここら辺はね、うん、抜けるって思って3人しっかり補強できてね、はい、打線もな、ゴンザレス9番だったらやばいな、まあ、トーマスどうなるかっていうのはね、うん、ありますけど、でも今年のね、オリックスのキャンプどこ見るか簡単なの、はい、もう俺ももうね、決めてんの、うん、はい、泉に行くかはこれからのオリックスの練習の予定試合なんだけども、はい、まあ、この、川瀬、入山、佐伯、ムクノキ、このように見に行こう。1軍とか もう見んでいいね、はい、1軍とかもう全然見んでいい、今後ね、うん、出てくる選手だね、うん、だからこのね、育成の俺はね、育成の4人の中でもだから佐伯と俺は川瀬君が見たいの絶対、はい、この2人のピッチング、うん、だからこの2人がピッチングするときに俺オリックスの視察に行こうと思ってんの、はい、入山君も見といてくださいよ、え、入山君も見といてほしい、私のドラ1の、うん、してたら見とくわ、はい、お願いしますよそれだから1号とか見んでええで、で、うん、横山君とこの川内君と東馬君のこの3人の高校生見よう、はい、うん、だから未来見に行こう、はい、オリックスはね現状を見る必要ない、はい、別にもうタランタランと普通にやってるよ、うん、この新しいの見に行こう、で出てきた時に知ってるよって、あ、そうそうそう、だからちょうど隣で2軍1、2軍一緒だから、はい、練習でしょ、うん、だから2軍の方だけ行こう、うん、俺も多分今日1軍の方はチョリースって挨拶だけ行って、はい、もうすぐ2軍の方、うん、いい見方、1軍見たいもんない、はい、ポジションもほぼほぼ決まってるし、別に今さら見るようなやついないから、はい、あと斉藤京介、うん、これを見に行こう、うん、うん、でブルペンは一緒だから、はい、だから俺もこのね若い選手たちの練習だけ、うん、もうそれだけオリックス見とけばいいから、はい、一軍とか見る必要ないよ、うん、どうせそうですね、どうせ強いですね、うん、強いわ、うん、これで若手が出てきたらやばいわ、はい、うん、っていうのがキャンプの見方です、はい、はい、